誕生日に贈る言葉。5月22日生まれのカリスマ性のあるあなたに、キキ物語。5月22日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、野心家で機転が利き、カリスマ性のある人物です。心が広く、偏見にとらわれない自由な考え方の持ち主です。一方、やや反抗的で飽きやすいところがあるので、非凡な才能を生かすには刺激のある仕事を見つけることが不可欠です。一度仕事に夢中になると、成功を疑うことなく我を忘れてのめり込みます。ただごまかすことができないので、自分にふさわしい自己表現法を見出すことが必要です。牡牛座と双子座のカスプに生まれたあなたは、土星と水星2つの支配性の恩恵を受けており、知識欲が強いばかりか、現実的な考え方をします。人を振幅させる魅力と、人を元気にする前向きな活力があるので、指導的立場に向いています。問題は頑固でせっかち、おしゃべりで理屈っぽいところです。自信が傲慢に変わりがちなので、気をつけてください。若い頃は男性、それも大抵は父親から大きい影響を受けます。30歳になり、太陽が蟹座に入ると、家庭や家族、また情緒面の要求を満たすことが生活の中心を占めるようになります。それは太陽が獅子座に入る60代初めまで続き、あなたは権威と信頼と自信を手にする時期を迎えます。5月22日の誕生花はカモミール。花言葉は癒し。ラムサからの今日のメッセージ。現実とは何か。そもそも人々は現実というものを理解しているのか。あなたの内に宿る体を超えた真のあなたは、これから自分自身を見つけるために見えない世界へ旅をしていく。あるがままのあなたを生きなさい。自分が誰なのか、自分の思考を見つめなさい。風と語り、月光の中で踊り、夜明けを愛しなさい。これらの永遠の生命があなたに生命のすべてを教えてくれるだろう。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。